皆さん、公式アンソロジーコミックというものをご存知ですか？実は僕は知らなくて、ミエルコちゃんの原作を買うために6店舗くらい回って全巻を揃えたんですが、その時に見つけたのが公式アンソロジーコミック。僕はとりあえず何も考えずに購入したんですが、実はこれ作者本人が描いたものでもなく、物語も全くの別人が描いたものです。ミエルコちゃんのキャラや世界を生かした全く別の作品を他の漫画家が短編で描き、それがまとめられたものです。わかりやすく話すと、作者以外の妄想を作品化したものです。なのでかなりコアなファン向けのコミックです。ちなみにどのような漫画家が多いかというと、基本的にはどのアンソロジーコミックでも漫画家の卵、いわゆる新人や無名の方が多いです。なので僕は泉智樹さんの作品だから見ている、あのストーリーが好きで見ているという方には不向きかもしれません。ミエルコちゃんの違う世界観を見てみたい、他の人ならどう描くんやろという方には向いていて、僕のように妄想癖が強い方にもおすすめです。あと最後にその漫画家のミエルコちゃんの感想なども書かれています。なので今回はそのコミックの紹介をしつつ、最後に僕が考える違う世界線の話をします。それではどうぞ。最初に言っておくと、短編の紹介なんで作品一つ一つの説明は短めです。まずは呪いみちるさんが描いた作品、怪奇漫画風に描かれたもので、試着室に行くといつものようにお化けがいてスルーしますが、前の人が着忘れた服があったんで少し気になってミコはそれを着てしまいます。するとミコは服に閉じ込められるんですね。その服の中の世界では死体がありお化けに襲われます。ミコが叫ぶと花がその服を脱がし、ミコ何やってんのと言って、いつものミコと花のすれ違いコントをして終わります。花から見たら脱げなくなって叫ぶヤバい友達、こういう感じでミエルコちゃんのキャラ設定を守りつつ全く違う話になるという感じです。次はカラセヤサトシさんの作品、ミコとハナがビルの上から飛び降りようとするものを見つけます。しかしよく見るとただのアンテナでしたが、ミコが見ると化け物を見てしまいます。すると化け物は突然飛び降り、血だらけの化け物が近づいてきて、ミコは嫌な目に遭い今度からスルーしようと決めます。そしてもう一度ビルの上を見ると、そこには人間が飛び降りようとしていて、ミコがそれを見て終わります。ミコを困らせていく感じと人間の怖さや弱みが出ていていいですね。次は有田伊万里さんの作品、ミコが学校に忘れ物を取りに行くと、美少女の幽霊がこっちこっちと言ってて、ミコは超可愛いと言って幽霊と分かりながらも見とれます。すると小さいおじさんがこれ探し物と言い、ミコは忘れ物を見つけます。しかし美少女はこっちと言って誘導をしていますが、ミコは用事が終わったんで帰ります。すると美少女が怖い顔になり、もう少しだったのにと言って終わりました。これは本編の日常にあっていいレベルで怖いですね。ちなみに美少女のイメージはこんな感じのイラストでした。次は空倉敷地さんの作品で、ケーキ屋に行くと大量の小さいおじさんがケーキの上で踊っていて、店員に注文するとおじさんは伝票を誰かに見せます。すると後ろには巨大な化け物がいて、ミコが食べると美味しいと言ってきて、そのタイミングで花が美味しいよねと言います。なので美味しいと答えれない状態ですね。するとミコは花に一口あげ、ユリアも花にあげます。すると生命オーラが燃え上がり化け物は消え、後日行くとケーキ屋が繁盛していて終わります。これは花が最強の世界線ですね。持って行き方がユリアの首絞め並みに無理やり。次は鍋谷やかんさんの作品、これは意志のあるオカマお化けの物語。このオカマはずっとミコを守っているんですが、ミコから見るとついてくるただのヤバいやつ。突然犬に吠えられ、ミコは一瞬ビビったんで、オカマは犬にダメだよいい子いい子と言って犬に話しかけます。ミコから見ると犬を襲うヤバいやつ。次は他のお化けにミコが襲われますが、オカマはミコを守るために戦いボロボロに。そしてオカマから見るとミコは手を差し伸べてきます。ダメよこれからも仕方してと言うと、ミコは花そこにキモい虫がという花がただ踏みかけただけでした。これ正直めっちゃ好き。キモいお化けにもいいやつはいるかもしれないですね。といった感じで、短編なんで話は短いですが、いろいろな世界線があって好きな人は好きだと思います。他にはゴーズカさんの日常やユリアの修行編、3人のお風呂のシーンなどジャンルは様々です。皆さんの妄想で作った話もコメントで聞かせてください。最後に僕が作った話をして終わります。この話がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてください。それではいきます。これは最終回の続きの話です。ミコはあの夢を見て神社に行くのが怖くなりますとも思いつつ、行かないとヤバいと迷った結果、神社の目の前まで行くことに決めます。するとその神社はなく、諦めて家で寝ることに。するとまたあの夢を見ます。そして化け物に食われ起きると黒い男、ああまた夢かと思い、弟かと思い見ると黒いお化け。何かを言っていましたが聞き取れず、そのまま学校に行きます。するとバス停で一人の女の子が話しかけてきます。あの見えてますか。ミコはビビりましたが、明らかに人間だったんで話をし、バスに乗ると次は4人組のギャルが話していました。ミコはここら辺から何かを感づきました。そして学校に行くと女子高生の女の子が話しかけてきます。おはよう。ここに来るまでにミコは様々なお化けを見てきました。そしてミコは花の席の近くに行きこう言います。見えてる。